マリー・テレーズ・ド・サルデーニュ、または、マリー・テレーズ・ド・サボワは、アルトワ・ハク、シャルル・フィリップ、後のフランス王・シャルル世の日・フィッのフランス王・シャルル・の即位前に他界したため、王妃にはならなかった。イタリア語名、マリー・ア・テレーザ・ディ・サボヤ。サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデイオ三世と、王妃マリー・アントニエッタの三女として、トリノで生まれた。シャルル十10世らの祖父類十五世の母であるマリー、 アデライド・ド・サボワは、マリー・テレーズの大場にあたる。姉、マリー・ジョゼフィーヌは1771年に、ルイ16世紀の弟プロヴァンス博、ルイ・スタニスラスと結婚していたが、マリー・テレーズも1773年11月に、プロヴァンス博の弟アルトワ博と結婚した。1775年には、兄、カルロ・エマヌエル4世が、 夫の妹クロティルドと結婚している。マリー・テレーズではなく、コンデコー、ルイ・ゴセイ、ジョゼフの娘ルイーズ・アデラ・イドとの結婚を望んだという夫との結婚生活は不幸だった。彼女は、ギリの姉、マリー・アントワネットとの付き合いを避けたにもかかわらず、当時のフランス宮廷で民衆から最も嫌われた王族の一人だった。年、フランス革命勃発後に、 フランスを家族で脱出した。1805年、亡命先のグラーツで死去し、アルトは白爵夫人として、グラーツ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。